各地方への藩と拡大を図る信長は秀吉に一軍を預けて西国方面への攻略を推し進めていた。一方毛利元就は織田勢の西国進出に対抗、信長の支援を受けて光月城にこもる尼子勢を包囲する。尼子勢の再興にかける執念を警戒する元就はこの機に完全に滅ぼそうとしていた。光月城の戦い。お待たせしました父上。いよいよですね。憎き尼子を完膚なきまでに葬り去る時が。ついに。高神、お前には輝元と共に傷ヶ口に向かうよう申し付けたはずだが。戦支度は輝元に任せてありますよ。私はその間に尼子の終焉を見届けておこうかなと思いまして。ならばよいが、参陣するからには務めを果たせよ。もちろん分かっていますよ父上も。鹿との戯れはほどほどに。無論手ぬるい真似はせぬ。毛利繁栄のためこの地で潰しきってやろうぞ。さあ決着をつけようぞ尼子の鹿よ。我が名作五郎次郎、この高影にお任せください。尼子の命運もはや風前の灯火。この光月城にて滅ぶがよいわ。こたびの戦元春や高影と共に完膚なきまでに尼子を叩かねばならぬ。尼子との戦がここまで長引くとはな。だがそれも今日で終わりだ。守備を示したか。では城内へと攻め入ろう。開門。我ら尼子の加勢に参った。覚悟せよ。やれ勝久様、すぐに行きますから。もうしばらくご辛抱ください。来たな鹿よ。貴様の首今日こそ落としてくれ。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ戦力を温存するのだ。全ては毛利の未来のため。邪魔な尼子は必ずここで打ち果たそう。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。よし、この砦は俺たちがもらった。さっさと攻め進むぞ。ライト。やれ。しかね、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。まだだ、まだ俺は諦めない。しかもすけ、お前はまだ終われないはずだ。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。やれ。各地に敵を抱えておる者が今光月城一つにこだわるとは思えない。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し隙を見て畳みかけ。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り前線に物資を補給せよ。片手詰め。
焦るかよ。奴らの兵端きっちり立っておかねえとな。そこだ。飯田兵がやられたか。では中央の味方を残らず引かせよ。わしに策を。中央に兵を送る。守備の薄さがいささか気がかりだ。わしが行くか。攻め手は緩められない。かかる。今だ。南北より挟み撃て。やろうか。やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り捨てるのみ。任せてくれ。わしが行くか。近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。勝ち目のない中出てくると、愚かな雨子には罰をくれてやるよ。南方の敵を抑え、進軍を許すでないぞ。うちじり。やれ。今ぞ、あなた。筋書き通り、必要以上の消耗は望むところではない。迅速に事を合わせ。どうにも旗色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。任せ。いいぞ。兵力を削られたか。おとばしれ。敵は退けるならば急ぎ中央へと進軍するのだ。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。播磨の情勢、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば光月城は仕方ない。わしが行くか。やろうか。全軍速やかに撤退せよ。開門。攻撃やれ。案の定織田は撤退を始めたようだ。攻撃雨子を捨てるか。信長ならば今こそ攻勢に転じるぞ。温存した戦力にて敵の後輩をつけ。やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さて、残るは総大将勝久だけだ。奴らを足止めせよ。兵数で圧倒するのだ。やれ。俺がしんがりを務める。我らの撤退阻ませはしない。やれ。くそ、奇襲を仕掛け。やろうか。間もなく撤退かよ。だね、少しでも敵を蹴散らしとくか。任せる。いいぞ、お前。驚け。やすやすと逃がすと思うなよ。行け。奴らを仕留めるんだ。ここだ。しんがりの役目全うしきれないとは。開門。討ち死に。打ち死に。くそ。やろうか。我ながら不甲斐ねえや。明智も羽柴も逃げ散ったか。まあいい、次は仕留めるさ。光秀様に秀吉様まで。俺たちは一体どうしたら。今度あなた。
妖策をもって天下無双をなす。撤退は無事阻め、皆は光月城の攻略へ向かう。光秀らは倒れ、織田の援軍は引いた。そろそろ覚悟を決めねばならぬか。開門。勝つ必要のうち雨子を滅ぼす。その時はもう間もなくであろうよ。勝久様、今そちらに向かいます。やれ。やはり現れた。物分かりの悪い鹿に現実を教えて。当然か、当然か。勝利条件変更。これにて雨子の討滅はなった。討ち死に。杉下さん、そんな場数が違うわ。さあ、やきたい司会を。長きにわたる因縁にケリをつけてやろう。諦めるもんか。観念せよ。俺は場数が違うわ。使えるべき主君は死ぬ。雨子は滅びた。ならば貴様は何故今の牙を抜く。つくづく愚かな鹿よの。ならばその生き事と散るがよい。やった、ついに。殿！鹿狩り、おい、なれり。父上が鹿と相打ちになるなんて、クソ、なんだよそれ。あの野郎の執念にしてやられたな。高影様、木津川口の輝元様より急ぎ合流された人の伝令が。悲嘆に暮れる糸ますら私たちには許されないのか。それがこの乱世の断りとでも。兄上、私は木津川口へと向かいます。父上の意志は我ら兄弟で守ってみせましょう。へえ、高影のやつもっと乱れると思ったがな。あいつもあいつなりに強くなってるってことか。ま、腹くくってやるしかねえな。見ててくれよ、父上。